はい、では早速いってみましょう。栄養推薦入試小論文品質テーマ10、1つ目は少子高齢化です。このテーマに関しましては小論文の必須テーマとなっておりますが、特に社会福祉学系、医療系、健康学系を受験を考えている皆さんに関してはマストな内容になっておりますので、しっかり押さえておきましょう。